おはようございます、ヒロです。今日はですね、御徒町にあるパパというジャンソンに行きます。で、今日の動画なんですが、今日は僕がただ麻雀を打つだけの動画です。最近ですね、ジャンソン実践動画増えてきたじゃないですか。でもね、僕がね、そういう動画あんま見ないんですよ。だけど、今日コメント欄だとね、もっと麻雀打ってるとこなんか見せてくださいとか、もっと見たいですみたいな声聞くんで、まあじゃあ実際どれぐらい再生数というか回るんだろうっていうのと、麻雀の動画でいいんだったらもういくらでも撮れますよ。麻雀の映画とか話すやつと違って台本いらないんで、行って麻雀打って帰ってくるだけなんで、ああいうのでいいんだったらもう無限に作れるんで、まあどれだけ需要あるかですよね、僕の麻雀に。過去にも雀荘をね、紹介してる中で実際に対局してる映像とか上げたやつあったんですけれど、まあ視聴回数的にはまあまあまあって感じですよね。そういう中、今日は昔ね、僕が使ってた古い iPhone、カースから引っ張り出してきたんで、それ使ってちょっと、表情っていうか、ワイプを抜いて動画撮ってみようかなと。そんな感じで。じゃあ、それでは早速、御徒町パパまで。レッツ。はい、行きました。上の御徒町。パパは駅から出てすぐなんですが、その前に少し。あー、やっぱ並んでるな、あそこ。鴨売ってるネギ。結構いつも並んでるんですけど、今日いつもより並んで少ないですね。レアだもんね。こちらから1人2種類ずつということ。じゃあ、お願いします。はい、これください。はい、ありがとうございます。鴨ラーメンと親子丼をセットしました。これ、お願いします。はい。ごちそうさまでーす。あれ並ぶわ。最初に出てきた親子だったじゃないですか。あれ親子丼ってなんていうか、上に乗ってるのがもうほぼ液体だったんですよ。でもそれ超美味しかった。さあ、ということで麻雀パパに向かってみましょう。はい、来ました。これですね、3人麻雀パパ。もう駅から徒歩1分、もうすぐです。今日大間さんから LINE 来て、なんか熱いイベントやってるんで来てくださいよみたいなのと、今日はそのイベントをね、楽しみに来ました。お久しぶりです。あ、そうですね。新放送イベント。これ結構大人気なイベントになってて、それをちょっとリニューアルしてパワーアップしました。はい、まあ、どういうことかというと、3連勝すると暴走モードに突入します。2パターンで選びます。暴走レッドが暴走ブルー。暴走レッドは1着のみ1000ポイント。で、暴走ブルーは1着は少ないけど2着もらえますよ。あと、プラス2連勝すると超暴走モードに突入します。すごい。だって3着取るバーがないんですね。そうですね、3着取った時点でも終了になります。それはもう、ただ3日連続来店すると、ちゃんとガチャが来てます。ガチャ、はい、ガチャ何が入ってるかというと、例えば今日3日連続で来た方が出したのは、暴走モードに入ってる人を出すにしたら、暴走モードに引き継ぎもらえるってあ、そんなの倒せるってこと。なるほど。じゃあガチャの中もいろいろあるんですか。そうです、いろいろあります。これまたあれですね、従業員が書いてくれたやつですね。そうなんですよ。めちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃうまい。映画やってましたからね、乗っかってね。あ、そうですね、はい。かなり乗っかってやってます。あ、素晴らしい。ざわざわします。ざわざわします。ざわざわ。反撃暴走準備モード三連ラスで暴走です。いや、でも保険になります。あ、そうですね。上振れるか下振れるかどっちかしらってことですね。あ、そうです。二連ラスの時は微妙な気持ちになるな。はい。頑張ります。頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。
イマン、バイマンはあるけど、バイマンの 5?6 か6枚で6バーシックドラ、はい、一生目ラストです。そうっすね。
暴走を待ちしてます。はい、はい、お疲れ様でした。はい、暴走単発でしたね。結構ジャンソーってゲーム内の他にトップショーとかで撮ってるとこ多いんですけれども、俺の個人的な感想なんですけど、もっとトップショーを撮ってガンガンイベント撮った方がそれは面白いと思うし、ジャンソーってやっぱ漫才とかじゃないですか。そうするとじゃあどこでこうやって差別化するのっていうと、もう接客他がダラダラしてできてないところをちゃんとやるとか、で女の子を置いて楽しみの雰囲気をするとか、帰ってくるお客さんが楽しんでもらえるようになんか気に入られるようなイベントをするとか、今なんかその集客とかお客さんのリピートに困ってるジャンソーは、まあ、何でもいいですよ。お客さんからもらったゲーム代その一部をいろんな形でキャッシュバックする、それ変わったイベントとかもね、今度動画で紹介できたらいいなと思ってるんで、ということで本日はジャンソー実践のところでした。それではお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。